ておめでとうございます。千原みのりです。2007年、今年のお正月は皆さんどんな風に過ごしていましたか？2007年はイノシシ年ということで、一緒に突っ走っていきましょうね。さて、皆さんも気になっていたと思いますけれども、今この私の目の前に置いてあるのはお正月らしく書き留めセットです。懐かしいな。実は私、自慢じゃないんですけど、小学生の頃毛筆4段だったんです。その4段の腕前の私が2007年最初に紹介する作品をここに書いてみました。お見せしますよ。じゃーん、聖闘士と書いてセイント。どうだ。今年生誕20周年を迎えたアニメの金字塔セイントセイヤ、ファン待望のネオハールス冥界編後編がいよいよリリース。冥界三巨頭との戦い、フェニックスの一騎と冥王ハーデストの旬をめぐる攻防、そしてゴールドセイントの最後の勇姿、クライマックスを迎えるセイントセイヤ冥王ハーデス冥界編。誇り高きセイントたちの絆があなたの魂を揺さぶります。ということで、セイントセイヤの映像を皆さんに見てもらっている間に、私の今年の目標をこちらに書いてみました。2007年、私の目標はズバリこちら、友達を増やすです。今年はですね、本当に心からもっと社交的になって友達を増やしていこうと思います。私はとっても内気なので、例えばメールアドレスを交換したりとか番号を交換したりとかしても、プライベートで一緒にお食事に行ったりとか電話したりとか、自分のお家に呼んで一緒に遊んだりとかっていうことが2006年なかったんです。なので2007年はですね、もっと友達と深く付き合っていけるように頑張っていきたいなと思っています。千原みのり、2007年も全力で走っていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。首って首との相性がすごいある。あら、でもかっこよい感じになった。名前も書いていいんですか？